皆さんこんにちは、新龍です。今回はね、スタホ生活番外編ということでね、グランプリ5連ガチャ引いていこうかなと思います。といってもね、よく皆様左下注意書きご注目ください。はい、初回と2回目は、マジックストーン割引ありって書いてあるんですよ。はい、もう一回大事なこと言いますよ。初回と2回目はマジックストーンの割引があります。はい、聞き取れなかった人でもう一回言いますよ。初回と2回目はマジックストーンの割引あり。はい、私これ知らなかったんですね。いや引く前に分かりましたね。引く前に、あ、これ例えばね、今回はゴールドシップがまくり初めて実装なんでね、いやどうしても欲しいな、なんとしてもゴルシュ欲しいなって、でいくらするんだろうなってね、初めて今回来たわけですわ、ゲームセンターにね。で、引いてみたら600円。お、600円か。600円だったらね、はい、あ、まあ600個マジックストーンですけども、まあ600円って言っときましょうか。まあ変わんないんでね。はい、600円ならね、あ、これいくらなんでもいっぱい引き続けられるわと思ったんですよ。あ、だったらもうゴルシーレモで頑張ってずっと引き続けてもいいかなと思ったんですけども、はい、うん、そんなには甘くなかったですね。はい、これ果たしてね、あの、ただし3回で SSR 確定なんですけども、でも SSR4 つあるんですね。ウォルシー、サクラローレル、ブルーコンコルド、シルクジャスティスってことでね。はい、果たしてゴルシーを引けるのでしょうか。もう、うん、まずね、いくらするか分かんなかったんですよ、この次。じゃあまずね、1回目いってみましょう。1回目、はい、はい、ということでね、そんなに甘くはないですよね。うん、1回目でね、それはゴルシー引けたら、まあなんか 1.25% だったかな、ちょっと配合割合、忘れちゃいましたけどね。ちょっと知りたい方はね、自分で右下で見てください。とりあえず 1.25 ぐらいだったかな、ちょっと記憶にないです。まあ、それほどね、ゴルシー引くのは難しい。で、そもそものね、SSR がそれぐらいだから、その4頭のうちね、あ、でもね、ゴールドシップとサクラロイルだけはなんか微妙に高かったんですよ。下のブルーコンコールとシルクジャスティスに関してはちょっとだけ気持ち低かったです。さらにまあ難しいということでね、ゴルシの方がどちらかというと出やすいです。まあということでね、はい、次が1050円でございますね。はい、どんどん高くなってきます。んー、なん、おう、はい、みたいな感じでね。いや、これがね、100歩譲って10連だったら、うん、まあこの価格でも引いてもいいかな。他にも株券が出るしね。うんってなるんですけども。はい、2回目行ってみましょう。はい、あの、まさかのまさかでね、2回目 1.何%を引いて、かつそれでゴールドシップを引くっていうね、もう、いや、前回のね、秘書ガチャもそうだったんですけどね、2回目でね、フォーマルを引いてるんですよ。で、今回もね、ゴールドシップ2回目で引いてますからね、やべ、変なとこで運使っちゃってるなぁと思うんですよね。うん、まあ、ある意味の、まあ、スターフォース4、要はセガからのクリスマスプレゼントになったのかなとね、思いました。この時はちょっと遅れてのクリスマスプレゼントになるんですけどね。いや、ここでね、あの、まくりね、特殊客室今回初実装、スターフォース4ではね、のゴールドシップをさらに引けるって、いや、もうやったなと思いましたね。いや、まさか引けると思ってませんでした。
ということでね、はい、次3回目1500円になってしまうんですけども、まあとりあえず3回目で1500円、まあ販売されてる SSR が900円って考えると、まあ少々割高になるんですけども、まあ他の株券も手に入ってかつ SSR 確定っていう状態でね、3回目を引けるんであれば、まあまあちょっと高いけど引いちゃおうと、ということで、はい、3回目引いてみましょう。もう3回目はね、あの何が出てくるか分かんないんですけど、まあ一番困るのが、まあこれもう贅沢な言葉ですよね。逆にもうゴールドシップ引けなくて、桜ローレル、ブルーコンクルール、シルクジャスティス、ゴールドシップ出ないよって方には大変大変失礼で申し訳ないんですけどもね。これでもしゴールドシップ2枚目が出てきてしまったらね、まあ、星の果実の節約にはなるんですけども、あーってなってしまいますね。今とりあえずはもう SSR たくさん増やしたい時期ではあるので。では3回目行ってみましょう。はい、ということでね、グランプリ5連ガチャを3回回してみたんですけども、いや、まさかね、まさかのまさかの2回目でね、ゴールドシップを、引けるなんて思ってませんでしたからね。要はデフォルトで引いてきたような感じですからね。要は100回引いた中の1回を引いてきたって感じになってますからね。いや、もう、いや、びっくりしましたね。まあ、確率としてみれば、まあ、15回引いてるわけですから、まあ、15% の確率か。なので、いや、まあ、よく弾けたなと思いましたよ、本当に。その中でしかもゴールドシップを弾けてるわけですからね、2回目で。で、3回目にはブルーコンコルドを今回弾いたんですけども、ブルーコンコルドは芝田両頭馬なので、まあ、背後を通してかませるにはね、まあ、一番いい、残りのね、3頭の中では、まあまあ、一番いいんじゃないかなと思います。今後作っていく上ではね、やっぱり芝重視とかダート重視とか作っていく上では、まあどっちの方にもね偏れる馬を引いたブルーコンコルドは一番良かったんじゃないかなと思います。いや、何せねゴールドシップが2枚重ならなくて良かったと思いました。いや、本当もうなんて言うんでしょう、ガチャの引き運、私ね本当は悪いはずなんですよ。今までやってきたね携帯ゲームとかではね、もうとことん運悪い、もう泣けるほど運悪いぐらいのねガチャ運だったんですけど、ここスタッフ4になってからはねガチャ運は本当いいです。いや、まさにね、もうセガからのね、クリスマスプレゼントなんですかね、これはもう、それとして私は捉えておきます。いや、本当ありがとうございまして、もうね、スタッフの神様って感じでございます。はい、ってことで今回ね、無事ゴールドシップを引けたので、次の馬は、ちょうどね、勝負根性、おそらくまくりではね、勝負根性を使う馬になると思うので、まあ、ゴールドシップをかませてね、うまくまくりをね、継承できたらなぁと考えております。はい、では今回はねガチャだけの動画になるんですけども、いかがだったでしょうか。この動画がね面白いかなと思ったらね、高評価やそしてチャンネル登録お願いします。では今回もご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね面白いなと思ったら、高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると、今後の動画制作の励みになりますので、とても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているので、ぜひご視聴ください。